は水が降る演劇公演初日の舞台にお越しくださいまして誠にありがとうございます。このような状況の中、本当にたくさんの方に、足をお運びくださいまして、そして無事に初日の幕を上げることができました。本当に感謝しかございません。そして稽古場の段階から感染対策を、しっかりと行ってくれた、東宝の、制作の皆さん、そして舞台スタッフの皆さん、そしてこの劇場のスタッフの皆さん、そして、お客様一人一人が感染対策にしっかりと取り組んでいただいて、この1年間、劇場からはクラスターを発生させない、しないということを、身をもって実証してくださいました。そのおかげで今日この初日ということを、初日を迎えることができました。本当にありがとうございます。ない、来日スタッフがございます。いらっしゃいます。今日は、その方々を紹介したいと思います。日本版の演出をしてくださいましたクリストファー・キーさん。制限がある中、2週間の隔離生活を経て、日本にやってきてくださいました。そして私たちをこの、デビューの舞台に、導いてくれました。今日はこのお三方を代表して演出のクリスから一言、ご挨拶をお願いします。Thank you, Kurichi さん。It's a pleasure to be here and to have directed this company, this wonderful company in Tokyo. 日本にこのような形で来ることができて、そして日本のこのような素晴らしいカンパニーの皆さんを演出させていただけたことは本当に大きな喜びです。And usually there would be lots more people here than the three of us, but obviously in the current climate that has made things rather difficult.通常であれば我々3人以外にもたくさんのメンバーが来日しているんですけれども、現在の状況ではそういったことがなかなか叶いませんでした。But they are supporting from afar, and on behalf of Cameron McIntosh, the composers Cormichael Schomburg and Alan Boublil, and the directors James Powell and Lawrence Connor, I just want to say we're all so thrilled that this production of Les Mis has been able to open here in Tokyo.そして彼らは遠くにはいるんですけれども、本当にこの作品とこのプロダクションを心からサポートしてくれています。キャメロン・マッキントッシュ、そして作家たちであるアラン・ブーブリル、そしてクロード・ミシェル・シェーンベルグ、演出家たちであるジェームス・パウエルとロレンス・コナー、彼らも本当にこのプロダクションが日本でこのようにオープンしたことにワクワクしていると言っておりました。As Shoichi-san mentioned, and as you're all aware, the coronavirus pandemic has caused devastation through so many industries, but no more so than the entertainment industry and the theater industry in particular. そして先ほど Shoichi-san もおっしゃっていたように、このコロナのパンデミックというのが様々な業種に大きな打撃を与え、そして演劇界もまたそのうちの一つであります。West End theaters have been closed for well over 12 months, as have the theaters on Broadway, and althoughThey're starting to come back now in London, and the Les Mis concert opened just the other night. This is now the only full production of Les Miserables anywhere in the world. そしてウエストエンドであったり、ブロードウェイであったりの劇場はもう12ヶ月もクローズしたままというような状況が続いておりました。ロンドンではつい最近コンサート版が開幕したばかりではありますけれども、フルバージョンのレ・ミゼラブルが上演されているのは全世界で唯一ここ日本のみです。And I hope it's just the beginning of theatre being able to come back, not just here, but all over the world.
そして私が願いますことは、この、初日を迎えられた作品があったということは、日本のみならず本当に世界、全世界でもまた劇場が再開するというような合図になるのではないかなというふうに願っております。And it's thanks to the hard work and dedication of Toho and the producers here to make sure that this could happen, and I'm thrilled that I could be here to be part of that. そして、東宝の関係者の皆様のお力添えのおかげで、このようなことが迎えられたというふうに思っておりますので、私も本当に心から感謝、そしてワクワクしております。As you would have seen, Les Mis is a story of love, of hope, of dreaming for a better, brighter future, and I think that's something we can all relate to at the moment, and this show just seemed to be timeless.そしてレミゼラブルの物語というのは愛、そして希望、そして今よりいい未来を夢見るという物語でありますので、今のこの時代に本当にぴったりなのではないかなと思いますし、本当に普遍的な物語だと感じております。 And I've had such a wonderful journey working with this fabulous company, not just the people on stage, but also the other casts who are not here this evening.そして今回私は今日舞台に立っていらっしゃる本当に素晴らしいキャストの皆さん、そして今日舞台にはまだ立っていらっしゃらないけれども、このカンパニーの一員である本当に素晴らしい皆さんと一緒に素敵な旅路をここまで辿ってくることができました。 But I've also enjoyed being part of the audience and seeing what an important role Les Mis plays in your hearts as well.そして、その中で私も客席で感激させていただく機会が何とかあったんですけれども、そんな中で一緒に見てくださっている皆様の心の中でもレミゼラブルという作品がいかに大切な位置を占めているかということを肌で感じることができました。 So I wish the company a successful run here in Tokyo, a safe and successful run. Thank you so much for your support, and I hope to see you again sometime in the future.ですので、このレミゼラブルカンパニーの皆さんに本当に素晴らしい、そして安全な公演期間を願うとともに、また近々皆さんとお会いできるといいなと思っております。ありがとうございます。7月の26日までございます。その後10月まで、地方公演もございます。まだスタートに立ったばかりです。ここからまた気を引き締めて、最後まで完走できるように、精進してまいりますので、最後まで応援のほどよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。